オープニング撮ります。はい、行きます。3、2。そんなね、急にオープニングね、撮れるわけないんだよ。打ち合わせも何もしないでいきなり呼んでさ。どうも、マックスでございます。始まった。皆さん見てください。はい。お、わかります？これ、侍の衣装らしいですこれね、うちの、代表の方が多分決めたんだと思うんですよ。はい、うちの代表、あれなんですよ、昔ガチのモデルさんやってた人で、結構マジかっこいいんですよ、おしゃれだし、おしゃれ侍ですね、ね、がプロデュースしてるのがこれってこれっていや、着心地いいよ、生地もいいよ、これって理由があって、クリスマスシーズンと年末シーズンで配送が全部間に合わないって言われちゃったんですよ、今日の撮影までに。いや、もう侍って言い訳すんだねいや、ほんとがっかりだわ。どうも、マックスです。本日ですね、はい、こちら、完全個室居酒屋チャキチャキ、はい、飯田橋駅前店3に来ております。よほら、徒歩1分30秒ぐらいですよ。これ駅ですから。すぐそうですね。はい、飯田橋。ちなみにこちら完全個室なので、店員さんにバレなければ投げしもけです。そういうわけじゃないから、ね、あ、違う。というわけで、今回一人ではございません。お、今回素敵なゲストをお呼びしております。はい、ではお二人とも一斉に入場していただきましょう。どうぞはい、カメラの前の皆さん、はい、自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、三宅智子です。はい、はい、皆さんこんにちは、デカモーニングのガルです。わーいかー。この3人って、多分初めてだし、この3人だけってくくりってないですよね。おー、三宅さんもガルさんも YouTube ですわ、はい、あとガルさんブログですとかもやってますんで、詳細は概要欄の方に話していきますので、はい、ちなみにね、知ってるんですよ、はい、僕1回だけ聞いたんですよ、はい、三宅さん実は、はい、木下ゆうかさんよりも早く YouTube やってるんですよ、はい、そうなんです。私始めたのが10年前で知ってました。あなたクビ10年前で始めて、はいはい、で1回なんかちょっとやめて、で1回復活して、でやめて。なんでそれやめちゃったの？大人の事情的な、大人の事情的な感じで。ああ、なるほどなるほど。あとはなんか著作権に引っかかってて、著作権引っかかる。12本ぐらい一気にバーンって消えちゃって、もうなんかやる気なくなっちゃったんですね。ちなみに今日はデカ盛りをいただくんですけれど、だいたい一皿が4キロぐらいらしいです。で、特別にこちらのチャチャさんでデカ盛り。チャキチャキした。なんだよ、明日クビだろ。あ、でもありがとう。チャキチャキさんで特別にデカ盛りをね、3品作っていただいたんですよ、はい、1個4キロぐらいの、うん、それ何が出るか我々知らされてます。そうです、まだ発生しておりません。なので出てきてから選ぼうかなって感じでございます。ただ僕はこの侍チャンネル一切信用してないので本当気をつけてください。ちょっと待って。それでは三宅さんからの意気込みをよろしくお願いします。意気込みですね。いや、もう2人がすごいんで、はい、私は緩い感じなんですけどまあ、なるべくね、はい、完食したいと思います。おー、はい、どうしよう。急にガリさん困っちゃった。あと、食べますよ。食べますよ。ちなみに本当に余談なんですけど、はい、そうです。僕大食いで初めて恋した人が三宅さんです。恋した。そしたら誰が何を突っ込んでいいか分かんない空気作って、すいません。お願いします。せーの、レッツイートン。はい、欲望出てるぞ、欲望。こうやってやってんじゃん。結構実は緊張してるなんでやってるの。失礼しました。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。それではお二方、準備はよろしいでしょうか。デカ盛りの準備できたみたいなんで、早速呼んでみたいと思います。デカ盛りお願いします。おーい、お待たせしました。そう、どうぞ。まずこちらが一品目、ペスカトーレですね。これ4キロぐらい、ローストビーフカレーです。じゃあ3品目ですね、ステーキオンハヤシライスです。お待たせしました。豪華すぎない？これ逆にもうなんか勝った人からいいのを選ぶから、個人的にいいって思うものね。いいの、僕はぶっちゃけその二方来ていただいてるので、ちょっと選んでいただいた方が正直僕はやりやすいから、うん、もう純粋に好きなのを選んでいただきたいです。そこはもうお二人で決めていただきたいです。これ肉結構すごいですからね。肉すごいね。やばいやばい。やっちゃうと業界がすごくて、あ、でも俺だったらあれ食いてぇなぁ。あれ食いたい。ぶっちぎりであれ食いたいよ俺。いつもすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。吉高さん、吉高さん、ありがとうございます。一回せーので全員3人とも指さして、かぶったらじゃんけんにします。
僕は参加しない参加しない僕は参加しない分かりました来ていただいてるからあ、なるほどどれになっても外れがないじゃんないけど、ないけどあんのあんの選んでじゃあ、三宅さんからえ、どうしよう三宅さんはどれが一番食べたいですかなんだ。何飛びぐらい？ちゃって決められない。決められない。はい。じゃあ決めました。お、三宅さんが選ぶ商品はこちら。うえー。ペスカト。来まして、デカモリングの加瀬さん。はい。もう自分は。これ一択です。なぜかというと、はい、昨日ステーキの食べ放題行ってきたんですよ。ちなみに正直言っていいですか、はい、俺これだった。ああじゃあもう完璧だ。お完璧ですね。はい、それでは整いましたので、はい、いただきます。言いましょうか、はい、せーの、いただきます。もう好きに食べましょう。好きに喋って好きに食べてください。はい、そういうチャンネルなんです。はい。いただきます。いただきます。すいません、ウーロン茶ください。こういう感じなんで。まあ、一応タイムは測っています。1時間です。はい。やっぱり行きます。はい、辛いです。なんでコーラって言ったんですか。なんでこれコーラって言ったんだろうね。うまい。カレーにもこんなでっかい。あ、これ林これ何これ。これ超うまい。ハッシュドビーフ。ハッシュドビーフ。めっちゃなんか魚介の出汁が出てる。どうですか。うん。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ガイドさん、どうですか。いかがですか。あ、すいません、食べてる失礼いたしました。めちゃくちゃうまいね。ローストビーフ、噛み切れないやつあるじゃないですか。すぐなくなります。うん、最高。こんな柔らかいんですか。ね、うん、確かにめちゃくちゃうまい。これもよくここまで被らないでちゃんとチョイスになりましたよね。30分ね、見事にばらけましたもんね。うん、うん、うん、なんもないっすよ。なんもないっすよ。最近ね、全然関係ないんですけど、ごめんなさい、うちわ話しちゃって、カメラマン兼ディレクターさんのゴリちゃん、あんかのゴリちゃんですけど、はい、白いゴリちゃん、スニーカーに目覚めたんですよ。へぇ、男の人スニーカー好きですよね。でも最初全然目覚めなかったのに、青森行って青森のスタッフさんに スニーカーもらってから急に目覚めだして、スニーカーほどもう全然あります。全然興味なかったんですけど、鈴木さんとかあと Y さん、そのプロデューサーの Y さんがスニーカーとかいろいろ持ってらっしゃるの見てすげーなーぐらいだったんですけど、実際いただいたらめちゃくちゃハマって、この前様子も一気に立ちました。多分半年後ぐらいには、サムライティングはもうなんか海外向けるとかじゃなくて、もうスニーカーチャンネルになってるから。今週のスニーカーはっつって。今週のスニーカーはっつって。今日のスニーカーはこちら。みんなスニーカー好きなんですよね。あとごめんなさいね、食べながらで。じゃあまずガジュさんから聞いてみていいですか。はい、僕聞きたかったんですけど、はい、動画やられてるじゃないですか、動くデカモリング。はいはいはい。あれって、あの動画通してなんか発信したいこのテーマみたいなのって何なんですか。まあ、デカ盛りは特にですよね。そのいっぱい食べるというのが特になんですけど、まあ、それのインパクトに乗せてそのお店の意図魅力を伝えられたらなってやってます。お店のご自身が感じて、あ、いいなとか、あったかいなとか、はい、優しいなとか、食べることが好きってことですか。はい、食べることが好きってことですか。大好きですね。大好きです。ちなみにブログってあれ、はい、毎回
毎日更新ですか、あれ。毎日ですね。ノルマですよね。まあでも全然楽しんでやってるんで、うん、毎日記事書いて、そうですね、次投稿するのを決めてブログと YouTube に対してのゴールってあるんですか。ゴールですか。なんすかね、食べられなくなったら終わるかなっちですかね。いや、それぐらいこう緩い感じで、はい、僕は正直思う、その数少ないファイターの一人というか、あ、そうですね、前回も一緒にバトルにならせていただいたりとか、基本的に食べてる時はこう、ね、美味しくなんだけど、バトルの時なら本当にスポーツでやってくれるかなっていう。いや、あの時の2人の気迫がすごかったですよ。乗らせていただいて、まあ、近くで見させていただいたんですけど、やっぱああいう時はやっぱ全然別ですね、スイッチが。もうだから今日の緩い映画ちょっと僕意外ででも、ごめんね、三宅さん、実は、はい、めちゃくちゃ負けん気の塊ですよ。お、私、全然負けず嫌いとかないですよ。そう、負けず嫌いじゃないの。やべ、今、180だから。三宅さんは全然負けず嫌いじゃないんですよ。負けず嫌いはないかもしれないですね。あ、だから、なのに、はい、カレーを8キロ以上食って、なんかもう、いけるみたいな。あれに、あのカレーは、本当に噛むとこってほんまなくて、飲めたんですよ。でも8キロですよ、8キロ。いや、僕は行きたい。9キロですね。9キロか。8.8 キロプラス半分ぐらいに食べてたんで、あれが本当に時間があったら、はい、全然余裕で10キロいけるカレーでした。食べやすくて。まあ、多分何言ってるか分かんないでしょ。もう我々一般人からすると8キロ切れてても意味が分からない。なんか他のものとか結構食べてる途中に飽きたりとか嫌になったりとかするじゃないですか。あのカレー全然何一つならなかったですね。本当ですか。まあ、なんか30分でもう本当にドワーってこういってるんで、あんまり味わってなかったのかもしれないですけど、観念とかしてないで、なんかもう全然飽きずに、あれはなんかもうただただもう来たらこわーっていくっていう感じだったんですけど、一切嫌にならなかったです。あ、途中暑くて嫌になったけど、暑すぎちゃって。そっちか。いや、その、はい、何の無理もしてないでそれだけの量を入れられちゃうんですよ、この方は。本当に今せっかくあのファイターさん3名揃ってらっしゃるとちょっとお伺いしたいなと思ったんですけど、その、まあ、大食いをする上で、あと秋が来るタイミングって、まあ、来るのかなと。でも僕正直秋が来るまで食べたことはないんで想像でしかないんですけど、来た時どういう風な対策だったりとかされるのかなっていうのはちょっと気になってて、なんかガジュさんとか、 なんか意識されてらっしゃることとかありますか。それかもうそもそも秋が来ないとかあったら先生。我慢する。真実。いや、でも本当にもうそれしかないんです。あ、そうなんですね。もうなんか仕事でこれ食べきらなきゃいけないって時は飽きて もう我慢するしかない。めっちゃビジネスの話なんで。いや、あの三宅さんぶっちゃけキャラなんで。ああ、そうなるほど。いや、ありがたいですよね。三宅さん、地上波のテレビの収録でもこういうこと普通で言いますから。すごいですから。使えないってよく言われます。担当で言ったら頭抱えるし。まあ今回は YouTube なんで。我慢だよね。もうなんかどうしようもなくないですか。なんかそれをもうなんか気持ちを変えれなくないですか。なんかもうでも逆に、まあ、当たり前みたいなことから、その量がある程度あれば、はい、もうそうなるの当たり前みたいな感じで食べてるんで。あ、じゃあもう飽き来るやろなっていう状態で食べるんだね。体調にもよって、その早く来たりっていうのはあるかな。そういうのって結構ブレるというか、体調によって変わったりする。自分は結構ありますね。あ、そうなんですか。体調は大事だと思いますよ。かなりです。やっぱもうそもそもですけど、体調悪いってやっぱ食べられないとかあるから。やっぱ全然食べれない。全く食べれないってことはないですけど、はい、無理して食べるって感じ。体調いい時の方がキャパもより、なんか、はい、自分が好きなものとか来る
るとテンションが上がってなんかもう気持ちですごい食べれるんですけど、はいはいはい、なんかそのなんだろう自分の好みの味だったりするとうんもうテンションでずっと美味しく食べるんですけど、はいはい、ちょっとダメだなとか思っちゃうともうなんか我慢我慢ずっとダメ結構その気持ちが大事だったりとか気持ちというかそうですねやっぱ本当に美味しいものを食べたいうんっていうのもあります宮城さん特にこう好きなものっていうとどういったものがお好きなんですか何ですかね好きなものラーメンラーメンもでもすごい好き嫌いがあってあ、そうなんですかえ、そうなの嫌いなのあんのうん、どんなのあしょっぱい系ちょっと苦手ですね家系みたいなあ、家系みたいなのちょっと苦手へもうあす結構あっさりなあっさりだけどコクがある、旨味があるみたいなのが一番好きですちなみにおすすめのお店はおすすめのお店田中さんですか、そっちあ、田中も好きですよ田中の、あの、煮干し、私煮干し食べれなかったんですけどあそこの煮干しのラーメンは、その煮干あ、濃厚の方は結構煮干しって言ってますけどあっさりの方とかは食べやすい全然煮干し感はそんなにあれ感じないんでなんかすごい食べやすくて美味しいです本当に僕もチャレンジさせていただいてめちゃくちゃうまいし店主さんがもうヤバぐらい、ヤバいぐらいイケメンだっていうそうそうですそう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 ですね、イケメンイケメン店主ですねあその人モテるだろうなっていうちなみに場所といいますかその田中屋さんはどちらにまあ、東池袋東池袋ちょっとサンシャインから近いあー、うん、じゃあちょっとねなんか池袋と大塚の間ぐらいのちょっと難しいところなんですよ、うん、はいはいはいじゃあ休日とかにサンシャイン行かれた後ちょっと家族でラーメン食べに行ったりとかうんあでも日曜日やってないんであじゃあもう働いてるの働いてるんですよあそうなんですか週2回働いててじゃあ三宅さんに会いたい方もぜひ日曜日以外あの水金のどっちかに水金のどっちかにお願いします両方いる時もあります水金どっちかに行ってもらえればあでも鈴木さんもあマックさんもお肉が3分の2ぐらい切れましたね柔らかい柔らかい、うん、それって牛ですよねはい、牛です牛なんかこっちみんな早いあれ、カリュウさん早すぎるカリュウさんがすごいことだ早すぎるもうない三宅さんもおしゃべりするなんかずっとこう絶え間なく食べてらっしゃるんでもうほぼなんかパスタって、はい、早く食べれないですよねうん難しいそう、パスタは難しいですあまりじゃあこう早食いに向いてない早食いに向いてないですあ、大食いにも向いてない僕肉以上にパスタ苦手なんですよあ、そうなんですか超苦手すごいわかるえ、辛いですよねこうあの素人からするとその苦手な理由がちょっとわかるんですけどどういったところが苦手やったことするんですかでも正直それ僕もわかんないけど、本当に苦手大食いチャレンジメニューやればやるほどあ、俺苦手だなってすごい思う攻略法がわからないというかあーなるほどなるほどまあ変な話パスタとラーメンって同じ麺じゃないですかやっぱり全然違います圧倒的に麺のあのラーメンとか食べ慣れてるんでああなるほどなるほど大会に向けてのトレーニングともやっぱりラーメンやりますしうんパスタって一回もやったことないへーなんかラーメンはまあ汁もあるしこうすすってごっくんって感じでいけるじゃないですか喉越し、はい、はいはいはいでもなんかパスタってなんかスープもないし飲めないよねする感じでもないんであまあすごい急いで食べなきゃいけない時はすすりますけどはいはいはいうんでこうまとめて入れて噛むって感じですまとめて入れて噛むあじゃあもう結構固形物というかやっぱラーメンとは全然違いますへえそうやばい話侍なんかこう、はい、ここに行くんですけど、もしあの食べたかったら全然ジェスチャーとか入れてもらえたら、他の方にどうしたんですか、マックスさん、その表情はいや、俺ね、はい、本当に三宅さん大好きだったの今嫌いだわけじゃないよなんと遠くないよ今嫌いだわけじゃなくて、はい、なんかね、三宅さんね、すっげーギャルだったの
昔ですか。で、日テレの、はい、なんか夕方の情報番組とかで、はい、あのキング山本さんと一緒に出てたのよ。はいはいはい、はい、デカ盛り回るやつとかで、お好み焼きと食べてんの超可愛くてあの、なんかさ、ちょっと派手でしょ。あ、わかりますわかります。ちょっとあの、キリッとしてるでしょ。はい、もうドストライクなんか昔はすごいよく、なんか最近やすなんかママになって優しい顔になりましたねってすごい言われるんですけど、はい、だから昔はすり眉毛だった。なんか揚げ眉、揚げ眉、眉毛をなんか揚げてたからすごいキリッとしたっていうか、きつい感じに、はいはいはい、で、途中でなんかその揚げ眉もなんかまああんまり流行ってもなかったんで下げ眉が流行ったんですよ。流行ってなかった。で、下げ眉にしたら、はい、やっぱなんかちょっとあのきつい感じじゃなくなるんで、うん、でもそっからずっと下げ眉なんですよ。そっからずっと。だからその眉毛によって多分印象変わると思います。そう、これ、ね、あとで編集で昔の三宅さんの画像がもし大丈夫だったらリスタートさせていただきます。今、三宅さんこんな感じ。上げ眉。左側に映ったのが過去の三宅さんで、画面真ん中が今の三宅さん。今の三宅さんしか知らない方がもしいらっしゃったら、ちょっと面白いかもしれないですね。うわ、こんな感じだったんだ。あのね、ちょっとね、ちょっときつい感じがたまらんかったね。なんだそれ。え、今ボツ、これいいの？どれ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 ですか。これちょっと片鱗あります。あ、あるあるある、片鱗ある、片鱗ある。これはでも、まだなんかちょっと柔らかくなった時ぐらいだった。今、視聴者から見て左側にあるのは柔らかくなりつつある。そう、だんだんこう下げ眉になってったんですけど、なんかもっと釣り上げてた眉毛の時あります。初期どれだ。三宅さん、デビューして何年ですか。デビューして、14年ぐらいですか。14年菅原さんより前だって言ってました。あ、そうです、そうです。え、菅原さんは私のこと先輩って言ってますよ。三宅さんはいつまで経っても私の先輩なんで。あの魔女菅原さんが。そうです、そうです。ギャル曽根さんが同じぐらい。曽根ちゃんが半年先輩ですから。暗くなっちゃってる。あ、もう超可愛い。もうそのストライクなんだよ、もう超ストライクなんだよ。もうあれはやっぱ2ヶ月さんのですよね。何年前だろう。超タイプってめっちゃ劣化するやんけ。俺もドストライク、それドストライク、ドストライク7年前とかですかね。あ、でも確かに今の僕、正直今の三宅さん、今のというか三宅さんがもうそのファーストインプレッションやったんで、ちょっとびっくりしました。うんと。ちなみに設定してないですよ。誰も疑ってないです。疑ってないです。疑っております。疑っております。いや、なんか顔変わったって思われてるから。設定はしてないです。印象はね、その眉毛の印象で。眉毛のちなみにあのガデさんの女性のタイプってどれなんですか。すごい興味ある。うん、確かに。うん、これはねタイプって言うと綺麗系の人が好きです。綺麗系の、あのさっきのいっそ。何何何このさ。どういうこと。いっそ、ちょっと上から行ってきますよ。芸能人だと。芸能人。吉瀬美智子さん。ああ、美人な方ですよ。よくわかんない。本当ですか。遅れてますね。もうほんとごめんなさい。マックスマジさん遅れてますもん。あの、のだめカンタービレとかやられてました。正直に正直綺麗系ないでしたね。あと、あの、え、誰って言ったらいいんですか。誰だね、綺麗系の人は誰だね。いっぱいいるけど。でも綺麗系なら僕と趣味合うかもしれないでしょ。僕、あの人ですけど。誰だよ。でも分かります、名前出てこない、ね、ピアノ弾ける人。ピアノ弾ける方。ほら、あの、いるじゃん、あの冷静と情熱の間の人。いただける情報が全然少ないですけど。ほら、はい、
あのほらいるじゃん、あのほら俺携帯で調べる。ピアノが弾ける誰だろう。そうそう、わかる、ググりたい。いや、食べた男なんやけどな。ピアノ出てきました。これ冷静と情熱の味じゃねえな。めぐさん、お飲み物とかまだ大丈夫です。はい、すごい感じ。松下奈緒さん。ああ、この人がもう超タイプ、顔はもう究極のタイプ、俺の。見せてもらっていい。あ、もちろん、もちろん。ちなみに、綺麗めがお好きなガジュさんからしたらどうでしょう、松下奈緒さん。ガチなやつやないかい。ちょっとなんかあれなんですよ、ぬくもりあるじゃん。知らんわ。なんか熱か飲んでる人みたいな。やばいね。競馬見ながら。僕はもうその方が究極のタイプですね。松下奈緒さん。いい感じですよね。若い34歳の方。でもウルトラダッシュで。34歳なんですか。画面越しでは。目が合ったことありますから。違うわ。なんならそのテレビの大体目やと。スタジオにいて一瞬だけ。俺も合ってたもん。マジですか。本当だよ、本当だよ。いやけど先生、男ってほんとしょうもないですよ。オンエアでは、オンエアではちょっと撮れてなかったかもしれないけど、俺がエレベーターで食べてる時にスタジオにいた。あの、東京さんとかと一緒に。羨ましいですね。強さの意味でしょ。男ってほんとこんなのがね。いや、まあ、女子も似たようなもんです。あ、そうそう。一緒やった。妄想してますか。え、三宅さん妄想だ。推しの人とかいるの。いっぱいいますよ。ほら、いるんだ。いるんだ。うん、一体誰ですか。ね、最近、まあやっぱ横浜流星とか。いや、私でも一番いいのはハニコさんって。そうですね、はい、そうそうそう。横浜流星さんはハニコさん。横浜流星くん、確かにかっこいいですね。うん、あとは山崎賢人くんとか。うん、あ、身長高い。あと誰ですかね。今巷で、巷でか特に最近地上波によく出られてる須田まさきさんとかどうですか。あ、なんかちょっと私はもうなんていうんですかね、正統派。正統派 なんていうんですか、ね、あ、なんとなくなんとなく。なるほどなるほどなるほど。そう、なんかそのちょっと変わった系じゃなくて、なくても本当正統派が好きです。なるほどなるほど。そうなんですね。僕はもうあの男だったらもう渡部篤郎一択。あ渡部篤郎と東京の永瀬さん、はい、渋いとこ行って渋いとこ。もう男前の方ですね。渡部篤郎さんはちょっとね、やっぱり、うん、好き。リアレアな。ガジさんが好きな男の人ってあるんですか。全然出てこないですけど。こういう人になりたかったとかないですか。憧れとか憧れみたいな、ないですか。これってルーのおかわりってあるんですか。あ、伺ってきます。はい、お憧れ憧れ。いや、でも憧れ的な感じで言ったらルパン三世。ああいう系。そうそう。ああ、分かる分かる分かる。ああいう感じのなんか本当はできる男。あの、分かる分かる分かる。がっつりしてないですね。実はすごいできるんだけど。実はすごいできるけどみたいな。あのかっこよさ。うん、ああいうのかっこいいなと思う。え、じゃあカリオストロとかもやばいですか。思い出したらいいと思います。あ、じゃあいいですか、うん、はい、お願いします。あ、あとカルピス。カルピスと、はい、出しました。え、私全然減ってないんですけど。なんなら僕ら食べちゃってもいいですか。いいんですか。はい、もちろん。すいません、私なんかあの本当喋りながら進まないタイプで。あ、いや本当あの、いやいやいや、この回はそういう回じゃないんで。あ、ね、食べなきゃいけないとかそういうことじゃないんで。おにぎり、どっちかっていうとトークメインです。楽しんでいただければそれでいいんですよ。早く食べようと思うと本当に無言でガッツリしかなくなっちゃう。あ、全然そういうんじゃないです。全然違いますからね。
ただ、カジさんも半分ですよ。早いよ。早い。バレさん、普通に食べてもあるんですよ。カジさん、いつも一緒にあの撮影しても、やっぱ先に食べ終わるんで、いつも追加してもらって、追加してもらって、横で追加食べてもらうって感じです。食べっぷりが皆さん変わんないのがすごいな。そんな大きくちゃけても入らないですよ。過去に一度でもちょっとこれ使う使わないちょっと皆様のご判断とかになっちゃうんですけど、うん、聞きづらいことせっかく3人で聞いていいですか、うん、はい、お前だけには負けたくねえなって本気で思った人います。おお、戦いの場で本気の戦い、言い方が失礼だけど、お前って、うん、あなただけには負けたくないとか絶対負けたくないって、はい、マジで思った人います、うん、俺ラスカル君やっぱり負けたくないと思った。比べられてましたもんね、なんかやっぱりすごい彼には脈かれ、確かに大会にあんま出てない。私誰ですかね。あ、なんかそのヤベさんいっぱいいるじゃん。コーラ、コーラ&カルピスでお願いします。基本なんかその食材と戦ってるって感じなんで、もうだって苦手なもの出てきたらもうどうしようもないから、なんか誰に勝ちたいから頑張れとかじゃなくて、もうこれどうやって。ずっと待ってる、こうやってるの。フリッシュの選手。いや、せっかくトークしてあるから、トークしてやなと。悪気ないです。申し訳ない。申し訳ない。すみません。あ、今のでめちゃくちゃ気にしてます。大丈夫です。なんか何にとかじゃなくて、いつもその食材の、まあ、美味しいものが出てきたら自然と食べれるタイプなんで、食べやすいものとか、まあ、もう全然周り気にしなくてもバーってもういけちゃうんで、もう優雅に食べれるんですけど、もう苦手なもの出てきたら、どうしよう、いやこれどうしようって、もうそれしか考えられなくて、もう周りのこととか考えられない。もう全然食べれない、あどうしよう、どうやったら早く食べれるんだろうみたいな、だからもうずっとその食べ物と格闘してます。これで強い人の特徴ですよ。私強くないいやあのね、周りの目に入ってないですよ。いやもう本当に目の前に集中。いやもう本当になんかそのどう硬いものとか出てきたら、もうどう頑張っても早く食べれないわけですよ。で、みんなさあってもう進んじゃうわけですよ、はい、で、頑張って早く食べたいけど、どうしようもできないから、いかに早く食べれるかなっていうのをいろいろ研究しながら、こうやったら、こうやったらとか。でも結局早く食べれなくて負けちゃうんですけど、肉でも集中してでも周りとか全然見てないです、もうそういう時に一番強い、そうですわ。大会の時はだから本当に周り全然考えないですね。もう本当ご自身の目の前というか、うん、集中力がすごい高いというか、全然集中力高くないです。全然違いましたね。もし方向性間違ってないから、方向性間違ってないから、だからそれでいいの。まだ進む。いやなんかこうだから男の人とか結構みんなこう始まると戦闘モードに入れるじゃないですか。そういうのないんですよ。ずっとフラットというか、もう美味しいもの出てきたらわーいって言って、わーいでもなんかちょっと苦手なもの出てきたらもうクソーと思いながら、もうなんだよこの硬いのとか思ったりしながら食べるタイプで、結構じゃあ自分のある意味ペースで、でも食べ物とかスタッフに、じゃあもうスタッフなんでこんな硬いのみたいな、怒っと怒っと、威圧感みたいな、怒っと怒っと。ちなみに宮城さん、怒ると結構怖いですから。本当ですか。気をつけ。いや、怒んないですけど、怒ります。マジでビビって、もう僕もビビって何も喋れないです。もう触れない。ガジさんはちなみにいます。多分本気で思ったことはないと思うんですよ。確かにガジさんもあんまり戦ってないし、意識も感じもつかめないし、確かに本当になんて言うんだろう、自分のこう前の自分を超えるぐらいの意識ではやってますけど、だからなんか今はどっちかっていうと誰かに負けたくないっていうより、あそこまで行きたいって感じですね。なるほど、かっこいい。いいじゃないですか。そうじゃない。ちゃ
んと自分の目標が見えてる人ですよね。そういうことですよね。見えてるからそのステージに行きたいっていう。あとまあ当たり前かもしれないですけど、そのファイターさんそれぞれの戦い方が全く違うというか。あ、確かに、うん、スタイル違いますね、うん。基本戦うの好きじゃないけど、私なんか大会は本当に自分の意思で出たのほぼないです。あ、そうなんですか。出てくださいって電話かかってきて、あ、出ませんって。出ません毎回、あ、出ませんって、もう絶対出ませんって言って、でもなんかどうしてもみたいなのとかで、大人の事情でじゃあこういう宣伝を入れてくれるなら、うん、いいですよ。お互いウィンウィン。なるほどね。なるほど。まあ店の宣伝とか、うん、今も店とかないんで、うん、もう特にいいかなって。なるほど。なんかその乗る用途がね。リアルやな。大事ですか。序盤エステ三宅でしたもんね。エステ三宅です。あ、序盤はエステ三宅、うん、どう。その後に三宅社長に変わるんです。確か違いましたっけ。そうですね。なんかその三宅社長になった時は、で復帰した時はまあ MX に入ってて、でなんかちょうど DVD、 あ、違う、写真集、なんか三宅ともこめしやばいですかね。よう知っとんな。違う、なんか CD を配信で出すみたいな、なんかその宣伝をのために出ました。なのに1回戦で負けちゃって、宣伝全然入れてもらえなかったっていう。ちなみに食材何で負けたんですか。イカです。イカのなんか一夜干しみたいな。これ女王戦。女王戦です。でもなんかそのイカもなんか私一生懸命こうやってこうもう歯でやっていって全然食べれなかったんですけど、なんか菅原さんとかは中古で手でちぎってて、だから菅原さんの周りにいた人は、あ、手でちぎれるんだって感じで、みんな手でちぎって食べてて、早いんですよ、すごい。こっち3人ぐらいが、なんかもう一生懸命こうやってみんなやってて、全然あっちの状況を見てなくて、もうなんでみんなあっちすごい早いんだろうみたいな感じで、一生懸命、まさかイカが手でちぎれるっていう想像もしてなくて、ずっと歯で噛んでたんですよ。でも、水分止めないと思ってて、で、最後の方にパッて見たら、もう手でちぎってるんですよ。そっちかーい。なんか菅原さんの横とかにいたら、そこに早く気づけて、歯の回数減るじゃないですか。一生懸命手でちっちゃくちぎって、パン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 入れて、もっといけたと思うんですけど。え、そんなに差離れてたの。もう全然です。もう全然落ち着けなくて、なんかこっち3人で、なんかもう一生懸命戦ってて、再開争いをしてて、みんなもうこんな感じ。ちなみに誰が再開争いしたんですか。私と宮西さんとロシアンちゃん。あ、ロシアン、宮西さん、あだって宮西さんとかロシアンちゃんも顎は強い方なんですよ。結構顎強いのに、それでも結構苦戦してて、で、もうなんか多分もう本当にその違いですね。手でちぎるのとこっちで噛むのと。裂けばいいんだ。食べなかった私たちが。食べ慣れてる慣れてないっていうのもね。でも菅原さんっていろいろ戦略考えてるんで、過去のとか見て、昔城田さんが噛み合わせすごい悪くて、すごい中で苦戦してたんですよ。過去でしたね。あれもなんか途中から多分手でちぎり始めた、手でこうあれ知って追いついたんですよ。それを菅原さんがブチ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 って言ってたんですよ。あれをなんか菅原さんは見て研究してたんで、もう手でちぎったらいい。全然そんなの何にも頭に浮かんでこない。裏情報ですね。やばい。まあ時間をね、時間を出してくれたのがかっこいいじゃん。なんでちょっと視聴しなかったら分かりづらかったらしいんですよ。僕もふんふんって聞いたらもう30分過ぎとったんやと思って。もう食べて出てたんですか。はい。結構量あるね。でもガルさんも俺同じ気持ちだと思うんですよ。はできない気がする。正直結構もうお腹が。本当ですか。私なんか2人が食べ終わったら手伝ってくれると思って余裕かまして、まあじゃあゆっくり食べてっていいかなって今思ってたんですけど。いやもう重量は多いですからね。
ガチやないか。楽勝楽勝。楽勝ですか。楽勝ですね、楽勝。マジでなんか大食いって今どんなモチベーションというかあれですか。動画とか。楽しく。しかやってない。うん、これは一番ですね。うん。なんかあんまり週何回あげようとかそういうのもないんで、まあ取れた時に取ってあげてって感じです。なんかやっぱ地方に行った時とかに取るのが楽しいですね。こっちであんま食べないこう。地方独特のグルメとか、なんとか牛とか、はいはい、なんかそういうなんか、あ、うまい、俺も、旅行ついでにみたいなのとかがやっぱ楽しいですかね。あんまりそのなんていうんですかね、私基本やっぱり飲食が大好きで、飲食って働く方が好きで、はいはいはい。自分が食べるより働いて誰かに食べてもらってる方が好きなわけですよ。だからなんかそこに充実感を得てるんで。なるほどなるほど。なんかあんまりその自分で一生やっていこうとかないです。全然。いや3人とも全然違うんですよ。もう目指してるところ。そうですね。面白いですね。後々はまた自分の店をやりたいなって感じなんですけど。ちっちゃいって、まあ、ゆるく働いてる感じなんですけど、ね、お子さんいらっしゃると、その話の時にマックス鈴木はうまいみたいな話しましたね。おぉ全部マシマシにしましたね。最高。あ、ちょっと、ガイさん、なんかルーのおかわりできるみたいな。まあ、私、ほんと全然進んでないですね。でも、今日ゆるい会でございますね。ちなみに何の会社？ハマグリでしょ。これハマグリです。え、ですよね。ハマグリ、ハマグリだと思います。ハマグリです。すげえクレーのある。ハマグリと思って食べてきた。ムール貝。ハマグリ、ハマグリ。おいです。間違いない。贅沢。うん、そうです。入れちゃいそうな自分がいるんだよな。すごいね、その狭間にいるやつ。スイッチ入れてバチッ効果。いや今日ゆるい会だから。なんか病気なんでしょうねこれね。なんかその向かっていっちゃう感じ。でもそれだけ食べて その状態からスイッチ入れるのすごいですよね。これしちゃう。あでも今日は。すげえフラットでした真ん中にいた。なんかこう多分すごいみんな早く急がなきゃいけないんでしょうけど、そのなんかそのスイッチが入らなくて。いや大丈夫です。これ誰か早いから勝つとか一切ないんで、ゆるい。急がなきゃいけないもない。ゆるい会なんで。デカ盛り美味しくいただきつつお話を楽しんでいただければと思います。でもあれですよね。マリさんはその大食いよとか。はい、まだじゃないですか。多分これからね。うん。意思はあるんですか。あれですよ、選手ですよ、選手。どうします来年。はい。姉さんズ、ガジさんも言ってたな。うわぁ、やっガジさんやったのみたいな。おー、はーい、とか言ってた。はーいって言うな。いや、見たいっすけどね。めっちゃ楽しいっすよ。めっちゃ楽しい。ほんと楽しい。半分ぐらいスニーカーだったじゃん。いや、このね、はい、この男が、はい、シュプリーム行きたいって言うから行ったの。今年のネイサーズ、マックスさんと Y さんと行ったの、はい、行ったのすげえよくて、はい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 。で、やっぱそのなんていうの、やっぱいいものはいいよね。結論する。いいものはいい。楽しんだもん勝ち。楽しんだもん勝ち。結構
過密スケジュールでしたよね。もうあれは過密でした。ほんと過密、ほんと1時間くらい見つけてスニーカーショップ行って観光なんてできなかったですもんね、全く。で、途中で、はい、うわーも降ってきて、はい、そう、あのタイムズスケアのところで、で、独立記念、あれ前日ですよね。前日です。だから7月3日だ、独立記念日の前日、はい、で、ブワーもやってきて、やっぱ警備もね、すごい強化されてるんですよ、あのぐらいの時期になってくると多いですね。で、なんかすげーでっけーなんか白目が4台ファー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 みたいな、はいはい、なんかドラクエみたいなこといたの。それは、それはよくわからないけど、こうやっていたのね。はいはいはい、赤だから止まるじゃん、はい、ただ前の一番トップのやつがしくって、だドラケで勇者のポジションのやつがしくって、はい、キュッてなんかブレーキ踏んだらすごいガガ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 完璧に事故ってましたよね、うん、あれは玉突きで、それが話題になるのはすごいですね。ポリスメンやばい、やばい、あれ良かった、すごい良かった。あとやっぱりこう海外の大会とかやとその海外の選手の方との交流とかもできるのかなっていう。めちゃくちゃできます、めちゃめちゃ楽しい。特にやっぱ夜が楽しいね。やかましいよ。やかましい。ウイスキーのショットを何杯行ったか記憶にございません。俺何杯行きましたんだよ。いや覚えてないっす。でクレイジーって言わせたんですよ、はい、外国人に。ウイスキーのショット飲んではヘッドスパンキングしてずーっと続けて、その方が酔うから。キャバクラ時代に欲しかったね、ウイスキーのね。行かなく行かなく隠して、隠して、で帰りに腹減ったっつって、なんか変な、なんでしたっけあれ、惣菜コーナーになんかどんどん自分で突っ込むんですよね、お惣菜好きなやつ。チャイナクイ、なんだろう、パンダエクスプレスみたいな。そうそれでものすごい量買うのよ、またうわーばーい。で、コンビニ行って鈴木買い始めて。鈴木買い始まったんですよ、鈴木買いが。よくない、初めてだった。海外の方でも言ったことないのか分かんないですよ。あと、カゴはおめっきり、おめっきり名前言ってんの。言っちゃったよ。今の場合ちょっと勝ったでしょ。今の場合ちょっと勝ったでしょ。どうしようかなと思って。はい。まあ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 、カゴが持ちきれないからカートになっちゃって全部。ああ、そうなんですね。日本でないですよね、あれ。あ、なんか下に敷くカートみたいな。はい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 、コロコロコロ行くやつですよね。の取っ手が長いやつみたいな。なんしてんだろうな、こうやくやつ。あれにもうどん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 入れていくのよ。あの、僕びっくりしたんですけど、その大食いの方の普段の食事が、大食いっていうのはまあなんとなく想像してたんですけど、すごい大量に買い込んで、それできっと1日で食べるみたいなのは結構こう、仕事からするとなんだろう、ほんとクレイジーで、だからそれを僕らあの鈴木がいって言ってました。そう、めっちゃ買うんですよ、この人。いや、見えてる世界が多分違う。違う。あ、なるほど。500ミリのペットはヤクルトでしょ。一緒じゃないから。そうだよね、ほんとそうだよ、ね、マジっすか。私コーラは絶対2リットルですね。いや、2リットル、いや、これほんとなのよ、ほんと。でも2リットルで、ね、慣れちゃうともう 1.5 すごいちっちゃく感じる。いや、でかいよ。全然でかいっすよ。しかも1本じゃないっすよ。ケースで買ってるから家で。いや、すごいな、その自分の好きなものを、これ、なんか僕申し上げたんですけど、自分の好きなものをたくさん食べたいだけ食べれるっていうのは本当に羨ましくて、やっぱり我々一般人からすると限界が来るんですよ、やっぱり500ミリ飲んでお腹いっぱいみたいな。こう見えて、あの、あっちの人が食べる、まえさんのは食べる、ゴリちゃんも食べる。僕はそうなんです、あの、サムライスタッフの Y さんの方が食べれます。僕はもうなんかもう JD ぐらいしか食べれないです。鈴木さんと焼き肉えぐいかな、たぶん。めっちゃ食うな。めっちゃ食う。締めで冷麺さんとビビン麺さんととかに始まるから、和牛のだだきさん、食べ放題とかじゃなく、もう普通のとこ行くと。ちょっと、ガイさんと宮城さんにお伺いしたいんですけど、普段のそのプライベートのお食事の時に、だいたいその、よく食べに行かれるお店とかってどういったところがあるんですか。あー、私も、しゃぶしゃぶ、鍋ばっかりですかね。鍋。なんか最近本当に食事が、はい、肉とか米とかじゃなくて野菜を食べたくて、健康。もう本当鍋行ってひたすら野菜食べてます、ね。まあ、健康とかじゃないんですけど、はい、なんかヘルシー志向になってしまって。ヘルシー志向。
ヘルシーでもない量食べてますけど。その鍋食べに帰った時、だいたい おかわりっていうんですかね、その範囲がわかんないんですけど、どれくらい行かないと気が済まないとか。全然ないです。全然ない。時間が終わったら終わりなんで、では食べるの遅いんで、お腹いっぱいは全然ならないですね。から2分目、3分目ぐらいで終わっちゃいますけど。でもそれで満足できるもんね。なんかあんまガツガツしてなくて今。あ、じゃあもう食べたいものをほんまにこうただ食べて時間来たら、ね、なんかどっちかっていうと、はい、なんか食べ物でお腹いっぱいにするっていうのは全然なくて、食べ物例えば2キロとか3キロ食べたとして、はい、もうさらっとしたってことはすごい量ですからね。あの食後になんか飲み物で腹を膨らますのが好きなんです。ほう、全然想像できない。わかります。だから本当に私なんか食べ物の、あ、食費そんなかかってないんですけど、はいはい、飲み物代ですね。飲み物代、私はいつもご飯食べます。はい、全然ご飯量は本当に普段1キロとかいたらすごい量なんです。1キロとか、まあ、しか食べないんですけど、はい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 、飲み物を本当に6リットルとか7リットルとか飲むんですよ。え、これどうぞ、マックスさんとガジさんは感覚としては分かる気がこれは分かんない分かんない なんかもうなんか飲み物で、はい、なんか胃を膨らますのがすごい好きなんですね。なんか食べるの疲れるじゃないですか。なんか噛むのとかめんどくさいんですよ。一般人食べると疲れるまで食べないんですよ。ごめんなさい、正直ですか、何言ってるか分かんない。ごめんなさいね、本何言ってるか分からない。どういうことですか。いや、なんか噛むのめんどくさくなってきちゃうんで、はい、食べ物はそんなに食べないですけど、はい、なんかこう喉越し好きなんですよね。飲み物をごくごく飲んで、このなんか炭酸とか、炭酸もそうなんですけど、はいはい、まあ、一番飲むのは、はい、あのコーヒー牛乳みたいな。全然炭酸じゃない。あれ5リットルぐらいなんですよ。本当に、いや、茶色いやつ、茶色いやつ、コーヒーですね。毎回5パックぐらい買って、それを1リットル5パック。そうです。重い5パックぐらい飲んでからの炭酸みたいな感じ。もうあの想像できなさすぎても逆に面白くて、それはトレーニング。もはやトレーニングではないんですけど、なんかそうしないと、なんかすごいテレビ見ながらとか、ごく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 飲んで、ずっとなんか結構家で夜テレビ見てるんで、はいはいはい、ごく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 こう飲みつつ、気づいたらめっちゃアイドルなんで。絶対アイドルだな、そんな感じだ。食べるのめんどくさいんです。いや、なんか別にさ、こう撮影とかそういうのはいいんですよ。みんなとご飯行ったりとか。いや、もう、わかるなんか家でご飯食べるのがめんどくさくて、作るのとかもあんまりめんどくさいね。子供のだけ作って、あ、そうですね、もう私は飲み物みたいな。あ、じゃあ夜ご飯食べない時もある。あ、結構だから田中で働いた時とか、まかないでラーメン 2杯とか3杯とか出してもらって、もうそれで、もう夜は食べてる食べてる、まかないをなんか結構出してくれるんですよ。はいはいはい、そういう時はもうほんと夜飲み物だけです。子供のだけ作って、私は全然想像できない。あ、まあ、それで満足なんですね。はい、一旦ごちそうさまです。一旦です。早い。さあ、結構お腹が量がこの差すごくないですか。今ですね、残り12分です。一旦1時間区切りとしようかな。はい、わかりました。ちょっとだけいただいてもいいですか。まだ食べですか。せっかくなんで、ちょっとちょっとと言わず、もういっぱいいっちゃってください。あ、お皿持ってきますか。あ、はい、すいません。お願いします。ちなみにガデスさんは普段、あの、行かれるプライベートで行かれるお店とかっていうのは、大体は、はい、食べない日は本当に食べない。あ、そうなんですか。大体は食べ放題に行くか、はい、行きつけのお店に、はい、週休を回って、はい、普段はあんま食べない。そんな感じですね。それ飲みな感じですか。行きつけの飲み屋さん。いや、違います、ラーメン屋とか。あダメなの。カルピスアンドウーロンでお願いできますか。カルピスウーロン、はい、カルピスウーロン&コーク、プリーズ。はい、声でいけ。はい、ショックがつけましたね。おじさん、なんて言いました。コーク、プリーズ。コーク、プリーズ。なんて言いました。
アメリカだとコークって言わないと通じないから。ここ日本どうですか、ペスカトーレ。美味しい。美味しいっすか。うん、あっ白いね、これね。うん、あそう、すげえね、これ。あ、魚介の出汁が、ね、あ、じゃあ結構もう魚介の香りがもうふんふんしてる。美味しい。まだ食べないんです。重量だと、まあ、大体似たような重量だとしてもやっぱり食べ物が違うだけで食べ物が全然変わってくるんですね。あとやっぱもう、はい、モード入らないともうこれぐらいでもお腹いっぱいですよ。モード、あースイッチ、あバトルスイッチ入らなかったら、はい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 、あでもこれはカルピスで、フードは大丈夫です。モードに入る瞬間っていうのはどんな感じなんですか。僕は本当にガチだったら最初から跳ねて無理です。最初からもうスタートからと途中からマジになって食べるとかじゃないです。はいはいはい、それは本当の本気じゃない僕の中で。なるほどなるほど。ガジさんはなんかこうスイッチを入れる瞬間とかっていうか、もう最初から入れてる。いやもう最初からじゃなくて、でもほん全然腹パンですよ。お腹いっぱい。いやそこまで食べてるのほんとすごいですけど、三宅さんもずっと米どなく食べてらっしゃるんですけど、すごいですからね。ごっそとってごっそいってますね。全然食べないです。見てたらほんとお腹すくんですよね。あと何分ぐらいですか。残り8分かかりました、食べ終わるまで。でもこのペースでずっと食べるんで2時間半もかかっちゃってすいませんみたいな。2時間半かかって食べるよ。すごいっすね。やっぱ食いには向かないっていう感じなんですかね、パスタとか。でもなんか昔なら、なんか昔その大会とかでもなんか45分で6キロ食べたこととかあったんですけど、なんか昔はなんかまだ早かったんですよ。はいはい、今もうその早く急げなくて、はいはい、もうどう頑張っても急げなくて、もうなんか急がなきゃいけないのが分かってても、はい、急げないんですよ。なんでもなんかどうしようもできない。どうしよう、まあ、食べ方も変わってきますしね。
構早く食べるのがそのパスタ難しい。うん。パスタに限らず、カレーも多分もう早く食べれないです。私カレー早かったですよね。今全然多分もう分の1時間で食べきれない。あと何分ですか？あと5分40秒です。ちょっとスイッチ入りました。うん、まあ、ピザはね、勝手にやってますからね。そう、なんかあのここで空気が変わったなと。まあ、今回はもう多分これ癖なんでしょうね。あ、はい、カルピス、はい、Y さん、プラスカルピスのお願いします。まあ、今回は勝負ではなくゆるく食べる企画なので、ご自身のペースで、ガゼットさんももう少しで完食ですね。はい、5分切りました。残り4分です。うん、いや、完全に 何かが起こってましたね。結構マジな感じだった。何かが今ふたしてる。おー、減ってきた。減った。ラジオさん完食。 おめでとうございます。イエイ。さすが。よかったらパスタも。いただきます。一週間も使わないでください。この後だって大丈夫です。うわうわうわ、残り4分です。あれよあれよ、やってるね。やめて、そのお皿もらってもいいですか。はい、はい、すいません、宮子さん前から失礼しますね。ありがとうございます。結構とかじゃ済まないですよ、そのなんかでもカレーの4キロでお腹いっぱいって相当で、これでも肉のオーストビーフのボリュームがチリすごいですわ。残り3分です。切りました。まさか後輩だけこういう空気あると思わなかった。面白いですね。2分30秒です。あれだね、コリちゃんワイちゃんフードバトルが始まるやつだ。恒例の。そうですね。鈴木さんがいっぱい食べるから僕らも食べると思われるんで、よくそう、なんかいろんなとこ撮影化してもらうと、皆さんで食べてくださいって言って4人しかいないのに、そばが15人前ぐらいです。あれ本当いや、ありがたいんですよ。ありがたいんですよ。ありがたいんですよ。ありがたいんだけどさ、僕らもみんなでかいって食べると思われてて、ありがたいならいいじゃないか。うごうごじゃねえな。15人前っての、いや、ほんとに一人4つずつぐらい食べてもらえた。俺2個で結構限界でした。いや、普通はそうなんですよ。普通はそうなんです。残り1分半です。
結構魚介の出汁というか聞いてます、うん、聞いてる魚介の旨味がトマトベースのスープになり、うん、麺に染みてちゃんとレビューしてくれますね。ふざけんのかなと食レポできるんですかバカにされそうぞ。いや、でもあー、これモザイクこれモザイク、はい、残り30秒ですね。なんか私、あのブラザートムさんってすごい大食いファンなんですけどはい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 、あのマックスの食レポは完璧だって言ってすごい絶賛してました。的確ってぜひサムライイーティングチャンネルよろしくしっかりとね。はい、残り15秒ですね。終わりが近づいてまいりました。カウントダウンします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、終了でございます。はい、お疲れ様です。まさか僕後半にあの空気になると思ってなかった。最初なんかこうキリッといくのかなと思った。最初緩くてまさかの後半きついと。大丈夫？そんなに？うん、全然。ごめんなさい、何言ってるか全然分かんない。これあの本当こう好きやってるんですよね。なんかね、戦わなくていいじゃないですか今日。戦いじゃないじゃないですか。ごめんなさい、なんかね、行っちゃうんですよ。なんでなんだろうね、これね。自分との勝負みたいな感じなんですよ、感覚的に。分からない、なんか勝手になんか入っちゃうみたいな。来たそうな空気に見えました。あとなんか、ガジさんがこう、横目で見て、それを感じてらっしゃったんだなっていうのが面白いです。行きたいのかな。分かりやすいですか、これ。すぐ分かりました。量は食べれるんですけど、もし可能だったら、私なんかその端っこで一人で食べて帰るんで。すげえ。すげえ。いや、全然量的には全然食べてない。いや、その早く食べる時間っていうのがあるんですよね。急げなくて。でも量は全然入る。やったら全然入るんですけど。わかりました。どうしよう、それ終わったのか。どっかで食べてる。それとも。あ、待って、もし場所を借りれるのであれば。場所って借りれるんですか。あ、そこもちょっと含めて確認しますよ。はい。すいません、あの決め打ちで申し訳ないんですけど。あれがウェイなんで、あれがウェイなんで、はい、あ、これ終了で、一旦あの閉めて、じゃあスタッフが僕らがしっかりやります。はい、どうぞ。はい、ごちそうさましますか。はい、はい、せーの、ごちそうさまでした。はい、というわけで、今回のデカ盛りを食べながら、はい、よくトークをする回、はい、いかがでしたでしょうか。まずは三宅さんから。いや、私も本当にあの舐めてましたね、4キロ。あ、でもあの感じでしょ、本当に完食しなきゃいけないとかじゃないんですよ。あ、本当ですか。でこの後あの完食したい気持ちがさっさと美味しくいただくっていうあったんですけど、すいません、なんか喋りも楽しくて困っちゃいました、途中で。ほんと可愛いね。最初からずっと言ったり。ありがとうございます。ガルさんは、なんか全部美味しそうでどれか迷ったんですけど、はい、これにして良かったですね。めちゃくちゃ良かった。でもなんか貴重な楽しいお話もできましたし、なかなかリアルな話が聞けた、ね、ありがとうございました。これ今度ガデさんと会う時はガチバトルなのかな。求めてる、ね、ちょっとどっかで求めてるところあるんですけど。まあ今度は負けないですね。俺もな。待ちます。でも僕も見ててすげえ楽しかったね、また。はい。はい。したら、じゃあ、侍のチャンネルではですね、今先エンディング撮っちゃいますね。はい。はい、で、今日共演していただいた、三宅智子さんとあとガデさんの、はい、YouTube とか、あとブログですとか、もろもろ活動されてる内容は、概要欄に。話しておきますので、もしよろしければチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、二方とも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、本日はここ、完全個室居酒屋わらわらチャキチャキさんにお送りさせていただきました。マック鈴木と三宅智子とガジでした。さようなら、バイバイ。わらわら違う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 